トラピスト -1H は地球から見て水亀座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星トラピスト -1 を交点している太陽系外惑星である。発見時、すでにトラピスト -1K にはトラピスト -1B、トラピスト -1C、トラピスト -1D の3つの惑星の存在が知られていたが、 2016年9月19日から9月20日にかけてスピッツァー宇宙望遠鏡がトラピストマイナス -1 を追加観測した際、新たにトラピストマイナス -1EFGH の4惑星が発見された。トラピストマイナス1系、太陽系の内惑星系木星のガリレオ衛星の軌道を比較した図トラピストマイナス -1H は半径が地球の0.715倍で、 これは地球と火星のほぼ中間にあたる。トラピスト -1 系の惑星では唯一質量が分かっていなかったが2017年4月に地球の8.6%しか質量がないことが判明した。その大きさからトラピスト -1H は地球のような岩石惑星であると推測されている。トラピスス -1 の7つの惑星の中では一番外側を 光転しているが、それでも 0.0596au しか離れておらず、これは太陽から水星までの距離の約5分の1しかない。しかし、主星のトラピスとマイナス1が超低温 Y 星と呼ばれる、恒星の中でも最小級の分類に属されるため、主星から受ける熱やエネルギーはそれほど大きくないであろう。光転周期は約18.76日。また、 トラピスとマイナス1系の中では唯一他の惑星との軌道共鳴を起こしていないとされている。トラピスとマイナス 1H の表面温度は 168K とされている。トラピスとマイナス1のハビタブルゾーンの外側を公転しているため表面は氷で覆われている可能性がある。ただし中心核の過活動もしくは主星であるトラピスとマイナス1と内側を回る6つの 惑星との調汐力のどちらかによって起きる内部の熱が表層上にまで出現し、さらにその熱によって氷が溶けた結果、発生した気体に水素分子が大量に含まれている場合はその限りではなく、大気及び液体の水が存在する可能性がある。ありがとうございます。